た一緒にやろうかということで、メディアが入ってくる。ランプちゃん、ジュニア、バトル、ジェイ、この4人のボーカルが、一番はやっぱりそれを待っていてくださるお客様といいますか、ね、購入していただける。コージ隊長のヘビーです。メディアの CD、ね、ファーストミニアルバムですね。リチャージドが発売されました。イエイ。ちょうどね、この動画をアップする日が、まあ、レコ発の日、2月11日かなと思うんですが、まあ、7時だとまだ、楽屋にいる頃かな、8時半ぐらいの出番なので、さあそろそろ準備するかみたいな時間帯かなと思います。まあ7時ぴったりに見た方はね、そんな感じかなと思いますが、まあメディアというバンドはね、私が10代の頃から、まあ、21位ぐらいまでやってたバンドでございますけれども、関東でしか活動してませんでしたし、別にメジャーデビューできたわけじゃないし、まあ有名なバンドではなかったんで、知らない方の方が多いかなと思いますが、まあ俺のね、音楽活動再開をきっかけに、まあ、メディアの方でね、再開するという形に、まあ、なりました。まあ、メディアバイブスというバンドを組んで、まあ、その時に、メディアの CD も一緒に作って売ってみたらどうかという提案があって、まあ、そこで俺と清志でね、スタジオに入って、曲録音したりとかしたんですけど、で、まあ、CDR を出したんですが、でその時はね、アイドルと言われてる、うちのドラムの田村君がね、その時はまだ、ドラムを叩けない、自信がないということで、CD には参加しなかったんですが、我々二人の楽しそうな姿を見て、で、復活のライブがあるっていうことを聞いてね、彼は悔しくなったらしく、じゃあまた一緒にやろうかということで、メディアが、再結成されたという感じですね。で、まあ、ベースの飯塚は、何年か前に、亡くなってしまったので、まあ、ベースに、まあ、ファッションローズの、秀美を迎えてですね、まあ、J が仲良かったんで、入ってもらって、活動し始めました。なので、まあ、この CD の話っていうのは割と最初から出ていたので、秀美が入って、たのがちょうどだから去年の今頃だったのかな。丸1年がかりでやっと CD が出せたかなという感じです。最初に秀美が入って CD の話が出て、まあ、当然ライブとかもあるんですけど、まあ、夏ぐらいに、去年の夏ぐらいに出せたらいいねっていうところで一回レコーディングのスタジオとか全部押さえたんですけど、全然間に合わねえぞこれって話で、まあその半年後、半年以上だね。2月だからね。まあ結局、まあ秀美が入って1年ちょい経って、やっと1枚目の CD を出せることになったという感じでございますね。まあこれまでに俺は、まあいろいろな方のご協力やら、まあいろいろな番組にね、誘っていただいて、毎回 CD は出させていただきましたが、ほとんどが、まあ、ファーストアルバムで終わるという。まあ、スネークも1枚で終わったし、メディアバイブスは今継続してますが、まあ、2枚目の話が出てくるかどうかがまだちょっと微妙な感じで、います。で、ストームライダーというバンドでは、まあ、一応2枚、参加させていただきました。でもそのままバンドは、まあ、解散になってしまったということでね。まあメディアだけ、まあ、CD っていうのはなかったんで、まあ、これが1枚目になるんですが、まあ果たして、セカンドは出るのか、サードは出るのか、というところになってくるんですけど、まあ今回のアルバムは全部80年代に、作った曲で、ジュンちゃん、ジュンヤ、サトル、ジェイ、この4人のボーカルが歌ったものの、その全部のメディアの歴史の中から、まあ、各ボーカルの曲をピックアップして、6曲、まあ、CDR、特典のね、CDR つけたら7曲ですけど、をレコーディングして1枚などにしたと。まだまだ、ぶっちゃけ曲はたくさんあるんですよ。まあ、プラス、まあ、この4人でしか作れない、曲を
新たに入れれば、まだまだそのアルバムを作るということは、まあ、普通にできるのかなと思います。まあ、このメディアの活動的にはよくずっと言ってますが、まあ、年に2回のライブと、まあ、リハも、まあ、ライブ直前はまあやりますけど、まあ、通常はそんなにやらないというかね、うん、まあ、たまに集まってリハ後にちょっと飲むかぐらいのレベルのものなので、まあ、長続きはするのかなと思うので、そういう点ではまあセカンドとかサードとかっていうのは可能性は大きいんじゃないのかなと俺は思ってます。あの本当にね、誰か欠けちゃったりとかしたらまた違ってくるとは思うんですよ。もうこの年齢なんで何か病気をするとか、まあ俺みたいにバイク乗ってればバイクで例えば事故るとか、なんかいろんなトラブルがね、いつどうなるかわからないんで、まあそれ言ったらキリないんだけど、まあそういう点では、可能性は若干そういうのはありますが、バンドの方向性とか、まあ、バンドのメンバーの中の良さとかで考えていけば、まあセカンドもサードもみんな考えてるし、まあ曲に関しても新しく作ること以外でも昔の曲はたくさんあるんで、まあ十分に、そのアルバムを作るってことはできるのかなと思います。どっちかっていうとライブの方がおじさんたち大変なので、レコーディングに関しては多分、うん、今回のノウハウ、まあ俺も含めてだけど各メンバーもねさらによく分かったと思うので、俺はメディアバイブスでもやってたんで、まあ、例えばサオとかはね家で撮っちゃうっていうのはできるんだけど、今回歌に関しても、サオタに関しても、まあ、ヒレミもジェイも自分で一生懸命スタジオ入ったりとか自分の家で、やったっていうのがあるので、まあ、それを続けていけばいいだけの話なので、まあ、セカンドサードはよりクオリティがさらに上がるかな。今回も非常によくできたなと自分ではまあ自画自賛になっちゃいますが思ってますし、まあ、さらに良くなるんじゃないのかなっていうのはちょっとあるんで、うん、すごい期待できるんじゃないかなと思います。どこまで気力と体力が続くかっていうところが、まあ、最大のというか、はい、そこじゃないのかなと思いますね。まあメディアの活動として年にメンバーがね3回4回ライブができて、まあ程よい頃にアルバムがリリースできてっていうことが一番いいかなと思うし、まあ、一番はやっぱりそれを待っていてくださるお客様といいますかね、購入していただける皆様にがあってこそだし、もう本当にねそこはすごく感謝しておりますね。おっさんたちのね昔プロにもならなかったバンドの CD をね楽しみです待ってましたって言っていただけるっていうのはね、これは本当にもうやっててよかったし復活させてよかったし、まあ各メンバーも喜んでるわけですから本当に良かったなと思いますね。復活はできて本当に良かったですけど、それはもちろん時間も使えますしお金も使えますし、うん、そこの部分のみんなのこう考え方とか兼ね合いとかもあると思うんですね、各メンバーのね。まあ年齢的にももう58歳が3人と、まあ秀美は下だけど、まあ、ほぼほぼ似たような年齢で、まあ当然仕事は忙しくってバンドなんてやってらんねえぜっていうのが本来多いわけですから、まあその時間をみんなで作って詰まってこれができたっていうのは本当に良かったし、割とスケジュール的にはギリギリでした本当やばかったな今回。間に合わねえかなと思ったんだけど、レコーディングに関してねすごくいろんな各メンバーの個性が出まくったなぁと思いました。ものすごい慎重派のやつもいればね、大丈夫じゃねえのこれでっていうやつもいればね、面白かったです、その対比というか。ただまあみんな思ってたことは一つで、とにかく良いものを作りましょうと。思い出作りじゃないし、記録に残すわけだから、良いものを作りましょうということでみんな頑張ったという感じですね。まあ、そういうわけでね、まあ、レコ発までできたということで、まあ次回夏に、ライブを予定しております。実はもうこれは予定は決まってるんですが、まだ告知の前なので、できませんけれども、夏にまたメディアはライブをやりますのでよろしくお願いしますというところでございますね。アルバムを購入していただいた皆様も本当にありがとうございました。
ね、ぜひ聞いていただいて、感想とかあればね、SNS とかにもアップしていただいて、あんまり悪口ばっかり書かれて、下手くそだな、こいつらの書かれちゃうとちょっと落ち込みますけれども、よかったよ、面白かったよっていうのがもしあれば、ね、出していただけると非常に嬉しいので、よろしくお願いします。それでは、さよなら。